関数が5本、環状5本。これはおかしいね。上下看板が、これがね、環状5本、ようらく環状5本でございます。お、階段できとるがね。これはね、前からね、もう回らないかんから言ってね、あらあら、養生所ですか。まあ、この外回らないかんからね、まっすぐ階段作ってくれていいのにね、言って、確かに言った覚えがあるけど。見ましょうか。あらあらあら、こんなに痛むもんかな、2、3年のことで。木製がダメだな。よいしょ。おー、しんど。高いね。見てみましょうか。手前はコンクリで固めたんだけどね。枕が。お、電気つきますよ。高いですよ。この辺ではね、一番高いんですよ。一番高いんですよね。高さが5メーターちょっとあったかな。このやり方はね、関数塚なんやね。関数塚ここ見た感じでね、攻撃に使ってくれてんね。おお、上1枚分かね、すごい。高さはあるけど横かねえでね。これは両袖かね。あ、両袖やね。あー、これいいね。これは石棺の底、石棺の底かね。石棺の底かね、これ。おお、決めしようね。1段2段3段4段、1段2段3段4段、大体4段5段かなぐらいで積んでるんですよね。4段から5段かや。ああ、すごいわ。さあ、ここにおるわけにいかないんだね、今日は。今日はどうしても行かないかんとこなんだけどね。洋楽、ね、洋楽の関数塚本か。そこちょっと行ってみようか。これを切り寄して、そして、あれは寺崎の白壁古墳やったね。あっこを覗いた後に、皿谷古墳。これね、どうしても行かないといけませんけどね。はい、じゃあ次は関数塚古墳に行きましょう。はい、洋楽の関数塚古墳でございます。ここで前回来ている時はイノシシがおりましたけどね。はい、これでございます。洋楽の数塚古墳、24メーター英墳25メーター、大きいよねこれね。これ解体の昔聞いたんだけどね、解体しかおんねんけど、この方はなんか天井が高いって言ったかな。おお、これ、これ、これですわ。はい、入れますね。こんな状況だったんですよ、前な。あれ、去年の秋や、こんなんやったから入れなかったのか。車入ってるぞ。あら、すごいことになってんね。3、4年前はまだね、きれいにカットしてくれたんでね。よく見えたんだけどね、中入ってたけど。この辺ももうね、放置されてこんな状況ですわ。どういうこっちゃ。調査してるような雰囲気じゃないんだけどね。一応掘ってはある。あ、そのいい一味、むぎ出しだな、あれも。
古墳の跡ですけどね。いやー、みんなこの辺の木切り畑かね。上行きたいね。そのね、すまへんな、はい、すまへん。いや、ちょっとあの引っ張ってくれると、あのよしよし、ここでございます、これ寺崎白鳥塚古墳、誕生メーターの円墳やろな。方墳でやって、見た感じ円墳やけど、水木君見てみましょうか。最初の来たところはこれ草ぼうぼうでね、何も見えなかったんだね。最初夏やったからな、この辺これ入られなかったんだな。ここへ行って、お、剥がられがね、よいしょよいしょ、怖いね。やすごい、雪がせっかくなってるからね。こんな感じやったらこれどうなるんだろうね。皇室の方の可能性もあるんだからな。どうでございましょうか。まあちょっと荒いかな、削りが。幅が1メーターちょっとで、奥行きがどれぐらいのか、2メーターちょっとあるね。壁はね、白壁だったんだけど、剥がれたが、白壁は残ってない。あ、これ残ってるの、これは。白壁だね。はい、ありがとうございました。白壁古墳でございました。猿谷古墳はこの辺を指したんやな、ずーっと前。スマホのナビはね、今日ちょっといろいろ前案内いただいたんで、それを頼りに行ってみようか。じゃあ猿谷横穴古墳に行ってみましょう。そこはね、そこから階段降りて池のところあたりはね、右上がって行くような、ちょっとね印をつけといたか、なんかそんなこと言ってくれたけどね、どうなんだろうな。今ね、なんかやってあるんでね、どうしよう。順繰りに通していったら、はい、しゃーできるはずです。すまへん。あ、すいませんね。なんかこの辺が階段があるって聞いてきたんだけど、どこか。こっちに下降りるところの。こっちありますね。あ、そうそう、これ寺崎の大寺へ抜ける、あの、猿谷古墳がありましたろ。猿谷古墳。猿谷古墳。ああ、聞いたことあるな。まあ、その辺に来たけど、誰も探してなかったんで、なんかこう下降りて上がれ言うとるからね。ああ、それ。はい、すんまへん。なんか上から上がってもね、わからんんで。はい。もう4辺目です、4辺目。そこを探すの。ありがとう。あ、これやね。はい、すんまへん。これ、あの、階段がありますわ。ちょっとね、スルスル滑るからね。